おはようございます。今日はちょっと、早起きしました。お腹が多分空いてたっていうのもあると思うんですけど、睡眠の質はすごく良かったです。断食を始める前の 前日の夜はなかなか、寝つけたのは寝つけたんですけど、何回も夜を聞いて、起きたら次寝れないみたいなのが続いて全然寝れなかったんですね。空腹からなのか、なんか不安なことが、断食に対して不安なことがあるのか分かんないですけど、全然寝れなくて、けど今日はすごい睡眠の質が良かったと思います。頭もすっきりしてます。はい。おはようございます。めっちゃ寒いんですけど、はあはあ、白い息見えます、はあ、天気はいいんですけど、ああ雪降るんちゃうかっていうぐらいめっちゃ寒い。私メルボルン来てから8年以上経つんですけど、こんな寒い冬あったかなっていうぐらい寒いです。めっちゃ寒い。今日、断食始めて2日目なんですけど、すごい調子がいいです。元気です。なんかやばいなみたいな感じはないですね。やめたいなみたいな、全然今日一日なら大丈夫です。なんなら今の気分だったら明日もやって3日間できるなっていう気持ちもあるんですけど、ちょっとファスティングやったタイミングが悪かった、ファスティングやったタイミングなのか、ちょっと私とこっちでいつも仲良くしてもらってるお友達と、再会、もう3ヶ月ぶりぐらいとかに再会する予定が明日に決まってしまってっていうのもすごい失礼な話なんですけど、今日丸2日ファスティングして、で明日朝と昼はもう回復食食べるもの決まってるんですけど、夜は彼女たちとがうちに来て、キャッチアップするので、まあそうですね、その時に何を自分が食べるかはちょっとわからないですけど、ちょっとファスティング後の、次の日の夜ご飯としてはふさわしくないものを食べちゃう可能性もあって、それだけがちょっとまだ明日にもなってないから、もう今言うのもあれですけどちょっと残念というか、それだけ自分の、プランニングがちょっと甘かったかな。でも3ヶ月もいつも遊んでる子たちと会えなくて、やっと3人の、予定があって明日会うことになったんで、それは楽しみにしてます。今筋トレと有酸素運動を合わせた、運動をしたんですけど、今日はちょっと力が入らへんかも。少し緩めのやつと普段なら余裕でできてるようなやつもちょっときつかったんで、何分、40分ぐらいしたんかな、30分から40分ぐらいの、有酸素と筋トレをしました。今からストレッチして今日はもう静かにしていようと思います。シャワー後のビールはめっちゃ生き返る。めっちゃうまい。はい、皆さん安心してください。昆布茶でした。昆布茶めっちゃ美味しい。ジンジャーレモンです。スカッとしてさっぱりします。めっちゃ美味しい。断食始めてからあと数時間ぐらいで丸2日、48時間経とうとしてます。さっきちょっと運動しようとして運動を少しした時に若干こうだるい感じがしてたんですけど、今はまたちょっと大丈夫、落ち着いた感じになってますね。さっきシャワー入る前にちょっと試しに体重計乗ったんですけど、明日の、体重がすごく楽しみです。体って面白いですね。すごい一日でこんなに変化があって大変ですね。いやー楽しみです明日。なので、
体重が何キロだったかは公開しないです。で、今日の朝の体重も、いつもなら毎日体重公開してるんですけど、明日まとめて体重公開したいと思います。楽しみにしててください。